習近平おろしか、中国国内で見られる異変。アメリカのムニューシン財務長官、20日、ロイター通信のインタビューで、通貨安で中国が不公正な利益を得るのは間違いないと、人民元安を問題視する考え明らかにしました。中国が為替操作しているか非常に注意深く審査するとも話していて、アメリカ財務省が10月にまとめる為替報告書で、中国を為替操作国と認定すると、制裁措置を検討するという運びになります。またトランプ大統領も20日ツイッターで、中国や EU などは通貨を操作し金利を低くしていると指摘しています。アメリカと中国が貿易だけでなく通貨でも火花を散らすということなんですが、常念さん、はい、いかんでしょう。これね、はい、チャイナというのは見た目は変動相場に見えるんですけど、実際にはフロート制、為替フロート制といってですね、中央銀行が、ここからここまで変動していいよって幅決めてるんですよ、なのでこれは固定相場なんです、で固定相場っていうのはもう為替操作ですから、だから為替操作国なんですよ。そのまま分かってるんです、問題は今ね、実勢レートが、人民元高かもしくは人民元安どっちに触れてるかということなんですが、チャイナの経済があまりにも悪くてね、今実はね人民元安に実勢レートが触れてるんですよ。もともとね。そうなんです、だからもし変動相場制にしたら人民元大暴落するかもしれないので、だからそのむしろムニューシン財務長官が批判しているのとは裏腹にですね、チャイナは暴落を、防いでる、防ぐために今もう一生懸命なんかやろうとしてるんです。金融引き締めやろうとしたりとか、まあ為替介入にはちょっと効かないけど、どうなのかなっていうのもいろいろやってるんですよね、で結果としてね、通貨防衛をするとどうなるかというと、国内景気が悪くなるんです、なんでかっていうと人民元が大量に溢れてるから人民元安でしょ、人民元吸収しなきゃいけない、でもお金を吸収するってことはお金の量が減りますよね、お金の量が減ったらデフレですよ、デフレは貨幣現象ですから、貨幣を起こす現象なので、なんで今もし為替レートをですね維持するためにね、まあ人民元の暴落防衛のためにこの、チャイナ人民銀行がですね徹底的な金融引き締めと、まあ為替介入を行うと、チャイナの経済悪くなってしまう、でもチャイナの経済悪くなるから今人民元安なんでしょ、悪循環じゃないですか、これ止めらんないかもしれないですよ、でこれで制裁発動とかなるとますますチャイナ景気悪くなるってことでみんな人民元売りますよね、で売って人民元下がるとアメリカが為替操作まだやってるじゃないかってまた怒って、どんどん悪い方向に行ってしまうっていう可能性があって、これ、ほっとくとね最終的にはアルゼンチン型の国家破産になる可能性もゼロではないです、まあどれぐらいで確率でなるかわからないですけど、まあ今のところはだから本来ですね、人民元はですね1ドル 6.7 人民元ぐらいであれば、まあいいところなんですけれども、今ね 6.8 に限りなく近づいてって、これが 6.97 と、どんどんこう人民元が安くなっていくと、これ2015年と同じことが起こる可能性があると言われてますね、2015年はチャイナショックを起きかけたんですよ。チャイナショックを起きかけたのを習近平は警察を使って防ぎました。警察を使って、証券会社に警察が乗り込んでって、株を売るやつを片っ端から逮捕するというですね、むちゃくちゃなことやって、で上海総合指数の、構成銘柄、約ね 90% を取引停止にして、で残りの 10% を為替操作っていうか、まあほとんどその株価操作してですね無理やり指数を作って、でなんとかそれで2年間こらえたんですよ、2015-2016 とものすごいチャイナ経済景気悪かったんですよ、で2017年にまあその、2016年の終わりぐらいかな、金融緩和して、で2017年ちょっとこう底打ちしたんですよ、でも金融緩和したので、ほら人民元安ですよ、金融緩和するってことはお金の量を増やすってことでしょ、でこれで人民元安になってまたこれトラブルになってるという、今踏んだり蹴ったりな感じですね、チャイナはね、そういうことが起きた、これがポイントです。でもね、今ラジオ聞の方もこう漠然と捉えてると、中国はね、世界第2の経済大国だなんて言っても、その内情っていうのは、まあいろんな危機が、そうですね、絡んでると。2015年に一回滅びてもおかしくなかったんで、あの時上海総合指数がほとんど6000ポイント台に近いぐらいだった、5800とかから一気に3000ポイント割れまで半年になりましたよね、であれで人民が大損したと言われてるんですけど、でこれでもしね、為替レートを維持するために国内の金利を上げたりとかすると、不動産バブルがクラッシュするかもしれないですよね、そうするとまた人民が怒り出すということで、ちょっと怒りの、ボルテージが上がってるというふうに思ってもいいんじゃないですか。またアメリカと、中国の貿易摩擦は激しくなる一方で、貿易摩擦が激しくなってから中国の習近平国家主席が貿易に関する発言を控えているというふうに、これ日経新聞には出てるんですよね。そうなんです。アメリカを挑発しすぎたということでビビってるんです今、で貿易戦争が過熱して国内で雇用不安が広がると責任問われかねないので、発言を控えているという指摘があるんですけど、まさにその通りですね、でね、例えば大豆への
制裁関税っていうのをやりましたよね。はい、アメリカはだからチャイナに対して今、340億ドルの今、はい品目を対象にですね、関税かけましたけど、これもうすぐ8月入ると、プラス160億で、500億ドルになるんですよね。で、これのせいでね、チャイナの経済ちょっと、調子悪くなってるのに、何をちまよったかですね、アメリカに対して、じゃあ報復だとか言って、大豆に関税かけるってやったんですよ。そうするとね、大豆のね、値段が上がっちゃうわけですよね。はい、でもチャイナでは、油を絞るのに大豆もいるし、豚の餌で大豆がいるんですよ。はい、豚肉食えなくなると人民がもう怒り出しますので、怒りが爆発しそうだとやばいということで今どうしてるかというと、はい、その大豆にかけた関税と同額の補助金を出しますということで、じゃあ関税やんなきゃよかったじゃんみたいなことになってるんです。これは東大の川島博之先生がね、JB プレスに書いてるので、詳しくお読みいただければと思うんですけど、これ結局ね、もうね、茶番劇みたいになってしまいまして、で、大豆に関してはですね、チャイナ完敗です。で、その豚肉の値段が上がり始めると人民が怒り出すってことで、そのいわゆる牧獣革命ね、最近流行ってますけど、習近平のポスターの顔のところに牧獣かけた女性が行方不明になって、で、その、娘が行方不明になったって言って、探してくださいってやった弁護士とお父さんも行方不明になって、で、俺を捕まえてみろとか言って、全国各地で習近平のポスターに、ね、牧獣かける動画が上がってきちゃって、で、ポスター今撤去しろっていうことでやってるんですよ。だからちょっとね、チャイナ政府はまあビビってますね、今ね、これにね、はい。さて、その習近平国家主席をめぐってですね、今月から中国国内で、まあ、異変が起きているということなんですけども、まあ、中国共産党の機関紙人民日報などの官製メディアの一面から習近平国家主席の名前が消える日が増えるだけではなくて、中国の夢とか偉大なる復興というですね、この習語録というこの横断幕も外され始めていると、今月4日にはある女性が独裁防制に反対すると叫びながら、ね、これ先ほどのですね、はい、牧獣をかけるという動画公開されたと、はい、またこれは、その牧獣をかけたり横断幕が取っ払われたりとかですね、はい名前が習近平国家主席の名前が消えてきたりとか、まあ、いろんな動きが、これやっぱり貿易摩擦ですか。いや、ね、だからスタートはね、去年の共産党大会で、まあ、終身独裁者みたいな感じになったんですよ。はい、ところが、まあ、その日本ではもうこれ習近平がもう軍も全部掌握してなんとかってたんですけど、そんなにチャイナは簡単じゃなかったんですよね。そういうふうに彼はまあ対外的に見せてましたけど、実際にはそうじゃなかったんです。でもその対外的にそうやって見せてたことは、チャイナにとってものすごい不利だったんですよ。それなんでかというと、独裁国家が為替操作勝手にやって、ね、しかも、技術をパクってアメリカを抜くとか言ったわけですよ。もうこれアメリカこれでブチってきちゃったわけですよ。お前ふざけんなよということで叩かれてみたら案外弱かったと。で、その習近平の周りの人見て、お前これどうすんだみたいな感じで習近平言われて、あ、いやーみたいな感じで、でもこれポスターも牧獣かけられたらもうメンツ丸潰れたから撤去なと、はい、ね、もうこういうこと言うとダメだから、はい、あんまり挑発するようなこと言っちゃダメだろみたいな感じで、はい、だその独裁権力にちょっと限りが我々が思ってたほどの独裁じゃないかもしれないっていうところに今トーンダウンしてるということですよね。でもだからといって習近平失脚っていうとそこまで言ってないですからね、ここを気をつけなきゃダメですよ。そうですね、日本のメディアね、極端なんですよ。独裁者ってなったら失脚してみたりとか、はい、歴史教科書じゃないんだからね、もう元禄時代すごい景気良かったのがある一つ財政難になったりするでしょ、はい、あれね、わけのね、あれわけわかんないんですよ。それで私経済で読み解く明治維新という本を書いてね、はい、本当はどういう真相だったのかっていうのをやったんですけど、はい、まあそんなもんです。だから極端から極端はいけないんですけど、まあ言うほどの独裁権力はどうもなかったんじゃないかっていうところまで今来てる。あとポイントは8月上旬にね、中国共産党のあの例の重要な会議の北戴河という重鎮たちが集まる会議がありますけども、ここでだからどういう動きが出てくるのか。そうなんです。大体ね、こう、全人代では何も起こんないんです。はい。出てくる人が多すぎてね、工作できないんです。はい。で、これね、北戴河とかね、はい、こういうのがやばいんですよ。中央委員会とかね、はい、人数少ないと工作できちゃうので。なんで何が起こるか。